はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は iPad で画像の色をですね、こんな感じで一瞬で変える方法を紹介していきます。こういう服の色とか、青にしてみたらどうなるんだろうとか、黄色にしてみたらどうなるんだろうとか、皆さん試してみたいなって思うことあると思うんですけど、 iPad だったらどこでもこういうことがサクッとねできるので、デザインを普段やらない人も今日のチュートリアルは本当に必見なので、ぜひ覚えてほしいなと思います。で、今日使うアプリはアフィニティフォトっていうアプリです。結構プロ向けのデザインアプリで、2400円くらいするんですけど、本当に多機能で便利なアプリになってます。で、初めて使う人はちょっとボタンがすごく多かったり細かかったりして難しいなって思うかもしれないんですけど、今日やる、特定の色を変える、狙ったところの色だけを変えるっていうチュートリアルに関しては本当に誰でもできることなので、ぜひ使ってない人はですね、この機会にアフィニティフォト検討してもらえればいいと思います。で、持ってる人でなかなか使いこなしてないっていう人もたくさんいると思うので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ始めていきます。で、まずですね、さっきの服の色を変える前にもう少し簡単な写真から始めていきたいと思います。で、アフィニティフォト立ち上げたら右上のプラスボタンを押して、フォトから開くっていうボタンがあるので、それを押してください。で、そうすると写真アプリの中が開かれるので、今回はこのチェリーの写真をまず最初に使っていきます。で、アフィニティフォトは左にツールバーがあります。消しゴムとか矢印ツールとか、あとトリミングとかの項目が左にあって、右側にプロパティパネルがあります。ここでレイヤーの操作だったりとか、あと色の変更、ブラシの、種類とかを選択することができます。で、上のところにモードパネルっていうのがあって、左から写真モード、選択モード、現像モード、歪みモードみたいな感じであって、このモードを切り替えると左のツールパネルがどんどん切り替わっていく仕様になってます。今回は一番左側の写真モードっていうところを選択した状態で、色を変えていきます。で、色を変えるときはですね、すっごい簡単で、この右側のプロパティパネルの上から3番目ですね、これ調整ツールって言うんですけど、この調整ツールの中から、下から3番目に HSL っていうのがあります。これを選択してください。で、そうすると、このレイヤーパネルの上のところにですね、HSL の調整レイヤーっていうのが新しく追加されてます。で、ここをダブルタッチすると、下にパネルがこんな感じで出てくるんですね。で、ここを調整すると色がどんどん変わっていきます。このレインボーのカラーのところをタッチしてもらって、そうするとこういうね、虹色マークのボタンが出てくるんですけど、ここを左右にスライドさせると、こんな感じで全体的に色がどんどん変わっていきます。で、今回やりたいのはちょっとこれじゃないので、2本指でタッチして1個前に戻ってください。で、今回やりたいのは、狙った部分の色だけを変えるっていうのをやりたいので、そのやり方を教えます。さっきのレインボーのところのボタンを押して、例えば今回赤色の部分だけを変えたかったら、この赤色のところのボタンを選択した状態で、このレインボーのところを左右にスライドさせてみてください。で、そうするとこの赤色のところだけが青になったり紫になったりしているのがわかると思います。この茎のところと背景のところは色は変わってないですよね。で、このサイドのところを左右にスライドすると、上げるとビビッドになるし、下げるとモノクロになっていきます。で、下の輝度のところに関しては、上げるとだんだん白っぽくなっていくし、下げると暗くなっていきます。もうゼロにすると真っ黒になりますね。なので、ここでちょっとした色味を調整していくという感じです。で、このサクランボをブルーベリーっぽくしていきたいので、ブルーに振ってサイドを少し下げる、あと輝度も少し下げます。そうするとこのブルーがくすんでくるので、よりリアルになっていきます。で、この背景のエメラルドグリーンのところですね。ここを変えたかったら、エメラルドグリーンのボタンを選択します。今回で言うと、このシアンって呼ばれる色かな。ここを選択して、スライダーを横にスライドすると、この背景の色のところだけが変わっていきます。
で、この茎のところを変えたかったら、緑か黄色ですね。多分今回は黄色を選択して左右にスライドすると、この茎のところの色だけが変わります。で、そうするとこんな感じで、ちょっと不思議な色のチェリーの完成です。で、レイヤーパネルの HSL 調整のところをオンオフ切り替えると、ビフォーアフターを見ることができます。なので元画像を見たいときはここオフにしてもらえれば大丈夫です。はい、じゃあここから服の色を変えるっていうのをやっていきます。右側のプロパティパネル、上から3番目に調整ツールがあるので、それの下から3番目ですね、HSL を開きます。そうするとレイヤーに新しく追加されてて、なおかつ下にもパネルが出てます。で、このレインボーのボタン選択して、今回は赤色のところを変えるので、赤のボタンを選択。で、この色素のところをですね、サイドにスライドさせます。で、そうするとどんどん変わっているのがわかると思います。でもちょっとお肌のところとか、唇のところとか、アクセサリーのところとか、変わってほしくないところもちょっと色変わってしまっているので、そこを直していきたいんですけど、その時はこの左のレインボーのサークルがあると思うんですけど、そこに4点ポイントが打たれています。で、これは、今だいたい紫色のところから赤、で、オレンジ、黄色のあたりまでの色が変わってるよっていう項目なんですね。なので、この黄色のところのこっちをですね、ちょっと赤に寄せてあげる。そうすると、この肌の色は色が変わらずに、本当にこの赤のところだけが変わるようになります。で、これ色域をね、選択してるんですけど、ピンポイントでこの赤っていうところだけをですね、狭めてあげて、色を変えると綺麗にこの狙った色だけを変えることができます。で、これで大体うまくいくんですけど、ちょっとこれでもやっぱり肌のところが気になるっていう人は、マスクっていうのを使うといいと思います。マスクを使うときは、まずこの HSL 調整のところを選択されてることを確認して、で、プラスボタンからマスクレイヤーっていうのを選択してください。で、そうするとこんな感じで下にマスクレイヤーっていうのが追加されるんですね。この三角のところを押すと出てきます。で、このマスクレイヤーに対してブラシを取って、ブラシの黒色を取ります。で、この黒色のブラシでマスクレイヤーをなぞると、その部分が非表示になります。で、例えばこの唇のところですね、紫になっちゃってるので、黒色のブラシでなぞると、その部分が非表示になって、元の色がですね、こんな感じで見えてきます。なので、肌のところもですね、ちょっと紫がかってしまってるので、ここも黒色のブラシでなぞってあげると、元の色が復活します。で、これがマスクっていうものなんですけど、ちょっとマスクのことがよくわからない人は、以前にも動画で紹介してるので、マスクって何っていう動画を紹介してます。概要欄の方にリンク載っけておくので、もう少しマスクについて知りたい人は、そっちに一回飛んでいってもらうといいと思います。で、こんな感じで赤色の服が紫になりましたね。で、もう少し違う色でカラバリ作りたいって思う人いると思うので、それのやり方紹介しておきます。左上の点々点っていうところを押すと、複製っていうボタンがあります。で、この複製を押すと、HSL 調整のレイヤーがもう一個上にね、追加されます。全く同じものが複製されている状態です。で、この状態で、一番上のやつ表示にさせて、2個目のやつを非表示に今しています。で、新しく追加した方の色をこんな感じで変えることができるので、変えてみてください。で、だいたい黄緑色にしてみます。で、そうすると、この上の新しく追加した調整レイヤーが黄緑色で、下が紫色の調整レイヤーになっています。わかりますかね？上が黄緑で、下が紫になっているので、まあ、こんな感じでカラバリを増やしていくことができます。
で、また同じように複製で新しい HSL 調整のね、レイヤーを追加して、次は青にしてみようとか、黄色にしてみようとかって言って、いくつもね、このレイヤーを付け足していくことによって、後からこう違う色で書き出したりとかすることができるので、ぜひ、この調整レイヤーの複製で、いろいろ試してもらえればいいんじゃないかなと思います。で、こんな感じで、4つのカラバリを作ることができました。で、最後、この1個ずつですね、書き出していきたいと思うので、書き出しのところまで紹介して終わっていきます。で、書き出しするときは、左上に書き出し項目があります。書き出しっていうボタンを押すと、こんな感じでいろんな形式で書き出すことができるので、今回は JPEG を選択した状態で、左下の共有ボタンを押すと、写真に保存っていうボタンが出てくるので、これで写真アプリの中に保存することができます。で、まあこんな感じでね、一個ずつちょっとレイヤー切り替えていって、色違いを作っていって書き出していくっていう形にすると、4枚のね、色違いの写真ができると思うので、こんな感じで活用してみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。このチュートリアルでわからないこととかなんか質問とかあればぜひコメント欄でお待ちしています。で、私のチャンネルではこんな感じで iPad のクリエイティブな使い方のチュートリアルをですね、たくさん紹介しているので、まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録もお願いします。で、オンラインコミュニティの iPad Mate っていうのもやってます。今800人超えの iPad に特化したオンラインサロンになってるんですけど、毎日 iPad の情報交換とか、あと週に1回のチュートリアル、ライブチュートリアルをやってるので、ぜひ興味ある人は見てみてください。で、今回のチュートリアルも iPad Mate のメンバーの一人が、会社でプレゼンをするときに iPad を使って物の色をですね、こうパンパン変えながらプレゼンをしたらうまくいったっていうのをですね、コミュニティ内でつぶやいてくれていて、あ、それを見てすごくいいなと思ったので、ぜひ YouTube をご覧の皆さんにもですね、シェアしたいと思ったので、このチュートリアルを作らせてもらいました。まあ、そんな感じで、日々情報交換してますので、概要欄の方に iPad Mate のリンク載っけておきます。ぜひ興味ある人は見に来てください。はい、ということで、今日は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。